ピーチのダッシュファイターとしてデイジー参戦です。仕様は概ねピーチと同じですが、キャラクター性はだいぶ異なるので、より楽しめることと思います。お好みで選んでください。
激突ってところだ。Thank you.
ちらジョーカー、ミッションを開始する。おい、ちょっと待てよ。もしかして、なんで行っちまったってのか。抜け駆けしてまでやりたいことなんてあるの。心の怪盗団がやることなんて一つしかないだろう。もしや、お宝か。予告状はもう送ったのか。今回はこちらから送るんじゃない、逆に一枚の招待状をいただくのさ。世界的に求められているそのお宝はもちろん、あのスマブラか。おい、マジかよ。今回の相手はどう考えても史上最強のやつらだ。我らがリーダーの活躍に期待するとしようぜ。ペルソナ、我はノンジ、ノンジは我、強き意志の力で数多の強者に挑め。ジョーカー、待ちに待ってた出番だぜ。おなじみのファイターがいっぱいだな。上がる。しかしさすがに荷が重いんじゃん。ナイフも銃もあるんだし、ジョーカーなら何とかするでしょう。けど奴らそれ以上にヤバくねえか。ペルソナを呼ぶには心の力が必要だ。耐え抜いた反逆の意志を見せつけろ、ペルソナ。出た、アルセーヌ。アルセーヌかよ。もっとすげえペルソナも使えんじゃね。かっこいいからいいの。今回は主力で活躍してもらうさ。アルセーヌがいれば反逆の心がある限り、いろんな攻撃のパワーを上げられるんだ。あー、ワイヤーの代わりに翼も使えるんだね。普段は耐えるしかない攻撃もアルセーヌがいればペトラカーン、マカラカーンで反撃できるぜ。反射を兼ねるカウンターなんてまさにチートだな。ここはメメントス？大衆の心が生んだパレスだよね。メメントスにはちょっとした秘密があるんだ。なんだ、そもそも秘密だらけの場所だが。ここは音楽によってベースカラーが変わるんだ。おー、マジかよ、盛り上がるじゃんか。やばい、ちょっと感動。チャンスだ、援護してやろうぜ。怪盗団の力を見せてやる。いっけー、ボコボコにしちゃえ。相変わらずすげー乱闘だな、ジョーカー。
カモン。ならその禁呪よ、そのアギトを開くがよい。敵が待ち構えておるところに突っ込んで罠に引っかかるとはなんじゃ。この闇は恐ろしいものなんじゃぞ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか？それはそうじゃろう。わしとて死にたくはない。じゃが、他に術はないか。大乱闘に参戦するのじゃ。大乱闘に参戦するのじゃ。参戦は闇夜も食らうか。何？剣士はたくさんおるからもう良いじゃろうと？泣き言とは恐れいるわ。それでも男か！ああ、そういう手で来おったか。なるほどの。まあよい。今回は大サービスじゃ。これでどうじゃ？さあ、今こそ意志を合わせようぞ。時のよすがをたどりて見出した斧が答え、この大乱闘で世に示すのじゃ。
を待ちわびたぞ。さあ、南東に絶望を送ってやろう。思い出の中にじっとしていてくれ。私は思い出にはならないさ。ある日、ホムラがいなくなった。どこにも小村の姿はなかった。まるでこの世界から消えてしまったかのように。どこ行っちゃったんだよ。必ず見つけ出す。見つけた。ホムラ！ごめんなさい、レックス。何も言えなくて。だって大乱闘に招待されたんですもの。俺が参戦するんじゃないの？ここは任せてください、レックス。天の聖杯の力、見せてあげます。スマッシュ攻撃を炎の力で強めているのか。フレイムノバ、プロミネンスリボルト、フレイズエンド。ホムラすごい。激戦のファイター相手にこんなに動けるなんて。だけどさすがに手強い。苦戦してるようね、ひかりちゃん。ここは私に任せて。待たせたわね。私が来たからには好きにはさせないわ。さあ、道を開けなさい。ライトニングバスター、フォトンウェッジ、パニッシュメントレイ、レインボーダスト、
そんなことまでできるの？ホムラ、行きます。ホムラと光、いつでも交代できるのか。炎のパワー、光のスピード、合わせる。私たちは絶対に負けない。なかなかのもんじゃの。俺、じっちゃお。久々のこの姿で観戦させてもらおうとするやろ。ほれほれ、仲間も見守っとるぞ。これはいただき。俺も手を貸すよ。セイクリッドアロー、バーニングゴード。しまった。これが私たちの力です。シュル君、君たちにまた会えるとは思ってなかった。でも大乱闘に加わったからには手加減はしないよ。望むところよ。私たちもファイターなんですから。Kazuya Mishima wins.